総務省が発表した労働力調査によると、4月の就業者数は6738万人で、前月から27万人増加しました。うち、雇用者数は6076万人で、31万人増と、比較的大きな増加となりました。新型コロナウイルス感染症の沈静化の流れの中で、雇用情勢はおおむね良好でした。4月の非正規雇用の数は3640万人で18万人増となりました。正規雇用の数と非正規雇用の数とは逆の相関関係になることが多いのですが、4月については全般的な雇用情勢の改善を受け、非正規も19万人増加し2105万人となりました。失業率は3ヶ月連続で改善し 2.5% でした。ただし男性の失業率は 0.1 ポイント上昇し 2.8% となりましたが、3月に大きく改善した反動と考えられます。女性は宿泊・飲食サービス業での非正規雇用の増加などを反映し、前月から 0.2 ポイント改善の 2.2% でした。4月の有効求人倍率は 1.23 倍で、3月から 0.01 ポイント上昇しました。下のグラフは求人者数と求職者数の前月比を示したもので、求人者数は前月から 0.9% 増で、求職者数は前月とほぼ変わりませんでした。求人が求職を上回ったため、求人倍率が上昇しました。厚生労働省発表の毎月勤労統計によると、3月の従業員5人以上の企業の現金給与総額は前年同月比プラス 2.0% となりました。そのうち残業代などを示す所定外給与はプラス 4.2%、ボーナスなど特別に支払われた給与がプラス 13.9% と大きく伸びました。物価の上昇分も考慮した実質賃金も前年比 0.6% 増加しました。ただし、後でお話しする通り、4月以降は消費者物価指数が上昇しているので、4月分の実質賃金の伸びは再びマイナスに落ち込んでいる可能性があります。個人の消費の動向を総務省統計局発表の家計調査で見てみると、3月は前月から 4.1 ポイント上昇し、103ポイントとなりました。まん延防止等重点措置の全面解除を受けて、消費がしっかりと回復しました。中でも、自動車の購入が大幅に増加したことにより、交通・通信が前月より 13.6 ポイント上昇し、112.4 ポイントとなりました。また、外出する人が増えたことを反映し、被服・履物も 10.2 ポイント増加し、100ポイントとなりました。3月後半は平年より気温が高く、春物や初夏のものが伸びました。入園・入学用品への需要も消費の押し上げに寄与しました。グラフは、平均消費性向、つまり所得に対する消費の割合の過去5年間の推移を示したものです。平均消費性向はコロナショックの発生により 50% 近くにまで大きく落ち込んだ後、 65.3% にまで回復しましたが、コロナショック発生前の 70% 前後の水準にまではまだ戻っていないことがわかります。国土交通省が発表した4月の新設住宅着工戸数は前年同期比 2.2% の増加の76,179 戸でした。14ヶ月連続で前年を上回っています。なお、内訳を見ると、分譲住宅が前年同期比 12.1% 増と好調な一方で、持ち家は前年同期比マイナス 8.1% で、5ヶ月連続のマイナスとなっています。携帯電話料金引き下げの影響が剥落することから大いに注目された4月の消費者物価指数は前年比 2.5% のプラスとなりました。生鮮食品を除くと
前年比プラス 2.1% です。とはいえ生鮮食品とエネルギーを除くと前年比プラス 0.8% で、日銀が目標とする 2% の物価上昇率には未だ達しない状況が続いています。財務省の法人企業統計によると、1月から3月の金融・保険業を除く全産業の売上高は350兆円でした。2020年末から2021年の前半にかけては停滞していましたが、2021年の下半期から大きく伸び、新型コロナウイルス感染症流行前の水準をおおむね取り戻しました。経常利益は、製造業では半導体関連の需要が好調で、円安の進行も輸出関連業種の利益を拡大しました。非製造業は新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響を受け、利益の伸びは停滞しましたが、全体としての経常利益は前年同期に比べて 13.2% 増え、1月から3月期としては過去最高となりました。設備投資については、1から3月は前年同期より 4.8% 多い12兆円でした。売上や経常利益ほどの大きな増減はありませんが、経常利益の回復に一歩遅れる形で設備投資も増加してきています。経済産業省発表の鉱工業指数によると、4月の生産指数は前月より 1.4 ポイント低い 95.2 ポイントで、3ヶ月ぶりに低下しました。市場予想は 0.2 ポイントのマイナスだったので、それを下回りました。中国でのロックダウンなどによる供給網の混乱が強く影響しました。他方、出荷指数は前月から横ばいだったので、在庫の残高を基準年を100として指数化した在庫指数は前月より 2.5 ポイント低い 98.4 ポイントとなり、在庫残高を出荷額で割る在庫率指数は前月より 3.8 ポイント減少の 115.6 ポイントとなりました。内閣府発表の機械受注統計によれば、3月の船舶・電力を除く民需は3ヶ月ぶりに増加しました。とはいえ、非鉄金属での大型案件が含まれているので、それを差し引くと足踏み状態が続いており、内閣府は基調判断を持ち直しの動きに足踏みが見られるに据え置きました。外需はロシアのウクライナ侵攻や中国でのロックダウンの影響を受け、前月から大きく減少しました。経済産業省が発表している第三次産業活動指数を見ると、3月は2月から 1.4 ポイント上昇し 97.6 ポイントとなりました。うち事業所向けサービスは 0.1 ポイント低下し 99.5 ポイントでしたが、個人向けサービスが 2.1 ポイント改善し 96.3 ポイントとなりました。まん延防止等重点措置の解除により、個人向けサービスが好調だったことがわかります。これらを受け、経済産業省は基調判断を持ち直しの兆しが見られるに上方修正しました。財務省発表の貿易統計によると、4月の輸出金額は引き続き高い伸びとなりましたが、輸入は世界的なエネルギー価格の高騰を背景にして輸出の伸びを上回る非常に大きな伸びとなっています。この結果、貿易収支は2012年5月以降で2番目の大きさとなる大幅な赤字となりました。このグラフは輸出を相手国別に見た季節調整していない金額の前年同月比の推移です。新型コロナウイルス感染者数の増加によるロックダウンが行われていた中国向けは2ヶ月連続で落ち込みました。
閣府が各種の経済指標をもとにして作成する景気動向指数によれば、3月の景気の現状判断である一致指数は2月から 0.7 ポイント高い 97.5 ポイントでした。数ヶ月先の景気の状況を示す先行指数もプラス 0.7 ポイントの 100.8 ポイントでした。3月はまん延防止等重点措置の解除により、百貨店や家電量販店などの販売が回復しました。内閣府による景気に関するアンケート、景気ウォッチャー調査によれば、4月の現状判断 DI は、3月より 2.6 ポイント良い、50.4 ポイントでした。景況感の分かれ目の50を4ヶ月ぶりに上回りました。家計関連と企業関連に分けて見てみると、家計関連は 2.8 ポイントのプラスの 49.6 ポイントでした。企業関連は 1.9 ポイントのプラスの 47.4 ポイントで、家計関連、企業関連のいずれもが改善しました。家計関連の中では、まん延防止措置の解除などにより飲食関連が大きく回復し、前月から 5.9 ポイントのプラスの 52.8 ポイントでした。同じ理由で、サービス関連も大きく改善し、前月から6ポイント良い 53.5 ポイントでした。